映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。謎の怪しい人形、経営してる自分のお店を閉めてバイクで外出する男、道を横切る素っ裸の女、どういう文化的背景のシーンなんだ。悪魔の墓場、1974年のイタリア・スペインのゾンビ映画。なかなかに見応えのある結構有名な古いゾンビ映画です。しかし監督出演者あまり知ってる人おりません。私の勉強不足で大変に申し訳ないです。私が見た本編ではタイトルがレッドスリーピングコープスイズライでした。日本版タイトルは悪魔の墓場で全然違います。劇中に確かに墓場に行ったりはするのですが、悪魔の墓場と名付けるほどの墓場感はありませんでした。なかなか突っ込みどころがないわけではないストーリーだが、私的には今まで見たゾンビ映画の中でも指折りの怖いゾンビ映画。害虫駆除のために使用している超音波が原因で遺体が蘇るのですが、なぜか蘇ったゾンビたちは超怪力になり、捕まったら一巻の終わりなので結構絶望感出してきます。不気味なデザインのゆっくり迫ってくるロメロテイストゾンビたちは驚異的。超音波の影響を受けるのはゾンビたちばかりではなく、なんと生まれてきたばかりの赤ちゃんも凶暴化してしまう。オリジナリティあふれる面白設定になっておりますぞ。お話はとてもシンプルでわかりやすく見やすいし、残酷なシーンもしっかり作り込まれていて見応えあります。ゾンビ映画史に残る隠れた名作です。おすすめ。それではこの男は完全なとばっちりのネタバレ。ガソリンスタンドで一休みしようとする男、なんと自分のバイクをぶっ壊された。仕方がないのでこの女の車に乗って目的地へ行くことに。ドラマティックな厄介な出会い、バイクを壊したくせに先に女の目的地へ行くことに。道がよくわからないので原っぱでなんか作業してる人たちに話を聞く。この人たちは超音波で害虫駆除をしているらしい。車で待ってた女が謎の男に襲われたぞ。急に出てきたゾンビテイスト男。姉の家では妹の到着を写真家の夫と待ってる姉。姉もさっきの男に襲われ、なんと夫がやられてしまった。事件後すんげえ横柄な態度の刑事が登場し、いけないお薬の中毒だったため疑われる姉。昔の映画での刑事さんは豪快だな。さっき襲ってきた男はどうやら先日亡くなった人みたいだぞ。疑われてる姉のお見舞いにやってくる女ととばっちりの男。この病院ではなぜか最近怪力の赤ちゃんが生まれるらしい。男はさっきの超音波が怪力赤ちゃんやゾンビの原因ではないかとひらめく。よく結びつきましたね。襲ってきた男が生き返った証拠を抑えるために墓場にやってくる男と女。やっぱり墓場でゾンビたちに襲われる男と女とたまたまいた警官。この映画のゾンビはかなりの怪力だ。警官はやられたけど命からがら逃げ出す男と女。部下の警官がやられてるのを見て男のせいだと思う横柄な刑事。この刑事さんの推理は全部間違ってる。ゾンビに襲われ病院に収容される女、警察に間違えて逮捕される男、さらに強力な超音波を発射する害虫駆除の人たち。女たちが収容されている病院では大変なことが起きているぞ。男は警察署をなんとか脱出だ。間に合うのか。そして物語はやっちまえと思うラストシーンへ。星4つ。終わり。